カマールアデンアリはソマリアの政治家。ソマリア暫定連邦政府の保健省を務めていた。モガディシュの西にある小さな村で生まれた。ソマリアの大学を卒業後、政治学を学ぶためにドイツ民主共和国へ、その後法学を学ぶためロンドンへ渡った。イギリスの市民権を手に入れ、弁護士として暮らした。1990年代半ばにソマリア内戦が激しさを増すと、 ソマリアに帰国し、現地勢力同士の和平交渉に努めた。その功績が評価され、2004年に暫定連邦政府が成立すると保健大臣に選ばれた。2009年12月2日、モガディシオにあるシャモホテルにて行われていたベナディール大学の卒業式に出席していたところ、自爆テロに愛即死した。この自爆テロにより同じく参列していた。 イブラヒム・ハッサン同行と教育省も即死しており、教育省のモハメド・アブドラヒワ・エレは、その後死亡が確認され、スポーツ省、スレーマン・オラド・ロブレも負傷した。ミネアポリス・セルジン・フィールズ・コーリング・バック・ツー・ソマリア、star-trubune.com。2021年6月15日閲覧。ソマリアで、自爆攻撃、閣僚3人含む19人死亡。 アフプブニュース、2009年12月13日閲覧。アーティニュースがベッドミニスターズキルドイン、ソマリアブラスト、2009年12月3日付、2011年3月23日、閲覧。ありがとうございます。